探偵神宮寺三郎アーリーデイズ失踪の街は、かぶらきみつれ文の小説。アークシステムワークスが発売したアドベンチャーゲーム、探偵神宮寺三郎シリーズの世界観を用いた外伝作品である。探偵神宮寺三郎シリーズの主人公である、神宮寺三郎の高校生時代を描いた前日探作品。それまでのシリーズで語られなかった、三郎の母と、 兄弟、新宿歌舞伎町にある事務所や特徴であるタバコの銘柄丸ボロなどの設定が明かされる。当時、シリーズの裏設定などはかなりの量があったが、サブローが高校時代のものはなく、本作が出版されるにあたり新作されている。同じくサブローの過去を描く2018年発売のダイダロス、The Awakening of Golden Jazz とは、設定に異が見られるが、本作品は、 正式設定である。また本作は従来のシリーズとは違い、内容は本格ミステリーではない。私立緑洋学園高等部に通う神宮寺三郎は常に無力感を抱えていた。帰国子女でもあり、周囲になじめず、気軽に話せる人間は、同級生だが不良で、ダブリの田広志と熱心に部活の勧誘をしてくる、佐々木恩持子のみ。ある日、 入院していた時系の容態が悪化したと連絡が入る。治療には骨髄移植が必要で、兄弟ならドナーとしての確率が格段に上がるが、18歳未満の自分ではドナー登録さえできない。そこで、サブローはヒロシのつてを頼って偽造や、兄た無意に偽造免許書作成を依頼する。しかしその直後、兄たがヤクザのカイザ組に拉致され失踪。 サブローたちは、広ロの監視役で、私立探偵でもあるにれ、旗雄三を味方に引き入れ、彼女の創作と救出を試みるのだった。ありがとうございます。